おはようございます。はい、韓国の朝です。はい、今日も天気めちゃめちゃいいです。はい、今回のパソコンセットアップはこんな感じです。今回もまたねタワー式の持ってきました。はい、これもねかましてます。あれ、子供たちがいない。朝ね、なんか寒いわこれ。涼しい。今半袖ですけど、これから暖かくなるのかな。ちょっとね、肌寒いんで、パーカー着込んでスタートです。じゃあちょっと行ってくるよ。よし、行きます。よし、はい、ご飯、ルイ君行くよ。カモカモ、うん、最高。美味しかったです。テスト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 、今内部マイクで、声出してます。テスト中、内部マイクテスト中、テスト終わり、内部マイクテスト終わり。はい、テスト2回目、今度は、DJI のマイクでテスト中、今度は DJI のマイクでテスト中、テストテスト、どうでしょうか。テスト終わり。テストテスト、今度は3回目、ソニーの、Bluetooth のマイクでテスト中、今度はソニーの、Bluetooth のマイクでテスト中、どうでしょうか。はい、テスト終わり。はい、もうチェックアウトです。ここで、ね、荷物一旦預けます。はい、はい、これから、ソウル駅に、ソウル駅だよ、ね、の、アウトレット行きます。このね、202っていうやつに乗っかって、1、2、3、4、5、6個目、ここです、ソウル駅。はい、ね、ソウル駅前に着きました。ソウル駅前のね、ロッテアウトレットです。ちょっとね、行ってみます。昨日はね、油断しました。この上のね、トゥミのバッグだけで肩にちょっと普通に歩いてたら、もうね、一日やっぱり外でしょ、超くたびれた。なので今日はもういつも通りね、このスタイルでもう歩いてます。楽だね、やっぱりね。もうね、これ駅の目の前です。駅の目の前、なんかね、広そうですね、この中。なんか普通アウトレットモールっていうと、あの外のイメージが強いんですけど、ここもデパートみたいになってるね。歩いてね、ミョンドンまで行こうと思ってランチをね、なんかしようと思ったんですけど、降ってきちゃったから。じゃあやっぱり雨すぐ止みそうなので、バスに乗ってミョンドンへ移動してみます。タクシーでミョンドンまで行きます。本当だ、タワーまでロープウェイでね、これは GoPro じゃ見えないけど行けるみたい。ロープウェイで後で行ってみようと思います、ご飯食べたら。まずはじゃあ、しょうがない、雨結構降ってきちゃったので、ここ集会さんみたいなところ行ってみます。行ってみよう。いいよ、入っていいよ。集会さんだね。本当はトッポギとか食べたかったんだけどね。
よし、じゃあはい、2階、2階、はい、ルイ、2階、はい。中華って言ってもありがとう、レオ。なんかうまそうなのもいっぱい、ちょっとそれっぽい感じのがいっぱいあった。はい、行こう、ごはんごはん、みんな行って。タワーだね、タワー。何をせよ、なんか小籠包うまそう。小籠包行こうよ。子供たちの OK、Thank you。 可愛いビールが出てきました。ビールじゃない、可愛いペプシサイズが。そして僕は、このカスフレッシュ、初めての瓶ビール行ってみます。おつまみはね、もう座った瞬間に勝手にいっぱい出てきました。ほら、はい、チンジャオロース入りました。すげー量が多い。いいよ、もちろん。はい、今度は小籠包入りました。ちなみにこれ超うまい。こっちも行ってみます。どうぞ。なんかこれのご飯バージョンみたいなのが出てきました。はい、海鮮なんとか、はい、ラーメン入りました。超美味しいスープ。はい、このね、中華屋さんみたいなところね、すげえ美味しかったです。以上、終わり。いいね。本当はね、このストリートでご飯食べたかったんです。雨が本当は降ってなければ。超すごいでしょ。ここにね、どうやら集結してるみたい。出店がね。すげえこれ。食べてなかったら超食べたいね、いっぱい。これね、本当にね、びっくりします。韓国の男の人は、顔面が多分油ぎっしゅじゃないんだね、これね。本当にあのギャッツビーが。どこにも売ってない。アリノタンがいちご大福食べてみたい。こっち見して。おいしい。もう涙る。おいしい。おいしいって。おいしいって。ママに教わりました。おいしいはマシソよっていうみたい。韓国ドラマ、バーイ。韓国ドラマ。おっと、たこ焼きまであるじゃない。おい。何でも食べたいね、本当に。なんかこれ中心地かな、これ。すげえ人がいます。半端じゃない。ここが一番人がいるみたい。じゃあ下に行きます。なんかこんなような人たちがもう超いっぱいいるのかな、韓国。こんなお店がいっぱいある。はい、クリスピードーナツね。こっからもう、エアポートバスに乗っかってね、入ります。空港行きます。行きは分かんなかったんだけどね、ホテルの目の前に実はバス停がありました。全然これ広いね。いい感じのシート。来るとき電車よりも全然いいね。はい、もう空港に到着しました。これからね、もう飛行機に乗っかって帰ります。では。